ノーアウトランナー二塁一塁。がかめられたそのバット、さあマウンド上の秋吉、1球目から思いっきり振っていったビシエド、これは見送りました。レフトスタンドに突き刺さりました。4対3、中日逆転。ビシエドの一振りが中日勝ち越しへと変えました。右腕を高々と上げて、さあホームへと生還、戻ってまいりましたビシエド。4対3、9回に中日3点を加えて一気にリードを取りました。いや、やっぱりホームランは大きいですね。そうですね、ビシエド、ゲレーラのアベックアーチはこれで今シーズン3試合目になるでしょうか。外国人バッターに火がついたら止められない中日。今シーズン中日は、まあ、逆転負けこそ13回で多かったんですが、逆転勝ちは今シーズン3回。この辺りです。いやー、大谷さん、もう打った瞬間入ったというような。そうでしたね、はいはい、打球となりました。まあ、初球からね、とにかく甘いの行こうっていう感じ。ちょっとスピードが落ちる真ん中やっぱり飛びますよね。はい、両翼99m という広さになります、この松山中央公園野球場、通称坊ちゃんスタジアムです。